みなさんこんにちは、しほです。とです。今日はですね、3月といえば引っ越しシーズンということで、引っ越し関連だったりお家関連の質問、私たちもね去年引っ越してからすごくいただいていたので、その質問に答えていきたいと思います。私たちね、静岡から東京に引っ越したので、なんでみたいな質問もすごく多くいただいています。なのでそちらにも答えていきたいなと思っています。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということで早速答えていきます。まずね、一番ね多くいただいたのが、私たち東京から静岡に引っ越したから、その東京っていう便利な場所から、まあ、地方である静岡になんで引っ越したのっていうのをすごくもらっていて、まあ質問コーナーでも話したんだけど、夫のね転勤とかその仕事で何かがあったっていうわけではなくて、まあ、単純に在宅が増えて働く場所をまあ選ばなくなったことが大きくて、まあ、本当にね、あの便利な場所に住んでたんですよ。だけどなんか、まあコロナとかもあって、そういうこう便利な場所のメリットっていうのをまあこうなんか生かしきれないみたいなのもあって、まあやっぱ静岡って志保の実家もあったりとかっていうので、縁もあったりとかっていうのと、東京にも結構出やすい、まあ、程よい距離で、まあ、静岡っていうのもありかなっていう話になって、結果引っ越したという感じです。だし、なんかゆくゆくは自分も田舎で育ったから、まあ、子供が生まれたら田舎で育てたいなっていうのも、まあ、頭の片隅にはどこかにあったんだけど、まあ、現実無理だろうなって思ってたけど、それがなんか叶えられそうなタイミングが来たと、まあ、前の家も3年の定期借家だったので、いずれかは出なきゃいけないし、引っ越しもしなきゃいけないの分かってたから、そのタイミングで、まあ、ちょうどこうコロナ禍でこう働き方が変わったから静岡を選びました。東京への、ね、未練はありますかっていうのをすごいいただいたし、なんかね、報告の動画で私がなんか東京に住んでないと嫌だってタイプだと思いましたっていうのがあって、すごいグッともらってたの見たでしょ。そういうイメージがあったっていうことだね。イメージがあったみたい。だけど私は別に東京ももちろんすごくいい場所だし、また行きたいんですけど、普通にね、住むじゃなくて通ったりしたいなと思うんだけど、まあ今は別にそこまでそんなに未練はなく過ごしています。続いては、引っ越しの費用はズバリいくらでしたか。はい、費用はズバリ25万円でした。でした。高いか安いかって言われると、まあそのケースバイケースなんで、まあ、何とも言えないんですけど、地方がちょうどこう妊娠中で、やっぱそのこう作業ができないので、パッキングとアンパッキングを全部やってくれるプランというか、そういうサービスも含めたやつにしました、うん。まあ、東京から静岡なんで、じゃあ長距離引っ越しになったかな、長距離だったっていうところと、うん、まあ、それぐらい の金額はかかっちゃったんですけど、まあ、それでもやっぱそう閑散期だったから、うん、まだ安い方なのかな、うん、まあ、多分繁忙期に比べたらだよね、安くしてくれたんだと思います。そうだ、引っ越し業者を決める基準とかの話になっちゃうんですけど、やっぱ相見積もりはやっぱマストで取った方がいいかなって私は思います。やっぱその業者さんによって、この家具はダメですと、例えば IKEA とかは結構引っ越しあるあるだと思うんだけど、無理ですとか自分で解体してくださいとかあるじゃん。だからそういうのもできるかできないかもあるから、その相見積もりは取る方がいいなっていうのは思ってる。3つ目の質問が、何階に住んでいましたかっていう質問をいただきました。東京の時ですね。そう、ずばり何階っていうのはさすがに言えないんですけど、うん、40階より上に住んでました。なんで一応高層階に住んでました。はい、はい、景色が綺麗でしたはい、はい、次は、引っ越して良かったことは何ですかっていうのをもらってます。お、はい、やっぱこうさ、地方に移住したから、うんうん、っていうのも多分あると思うけど、まあ、もちろんさっき言ったように、まあ、東京にも通いやすくて程よく田舎で緑もたくさんあるし、まあ、私の場合になっちゃうけど、実家が近くなったから、こう家族との時間も、まあ、すごい頻繁に帰ってるわけじゃないけど、なんか子供も生まれたから、子とかひ孫を見せられて、こう親孝行できるようになったこと、
とか、あと静岡さ気候がいいからさ、うん、過ごしやすいよね。冬も割とね暖かくて、ね、今日とか暑いよね。今もう何度これやばいよ、家の中エアコンかけてないのに24度あるよ。あれほら本当だ、すごいね。めちゃくちゃ暖かくて過ごしやすいのですごいね、いいし、子供にとってもね、うん、緑もあるし気候もいいからとってもいいかなって思うかな。なんか愚痴みたいになっちゃうけど、前の家より今の家の方がネットの回線が早くなったのがすごくね本当にストレスが減ってよかったです。そうね、あのやっぱ前のマンションって結構大きいマンションだったんで、うん、世帯数がたくさんあったんですよね、うんうん、コロナとかでこう急激にこう在宅をする人が増えて、うん、ある時期からすっごいこう日中、特に日中の回線が遅くなって、やばかったね、うん、私も YouTube って動画だからすごくねやっぱ重たいんですよね。だからこうアップロードするとかってなった時にいつものペースでできなくなった、うん、2時間3時間もうかかる時はもっとかかるようになっちゃったから、今日動画上げたいと思っても上げられなくなっちゃったりとか、やっぱリモート増えたからさ。あそうね、やっぱ会議とかで、うん、あの音声とかね映像とかが途切れちゃうのが結構あったけど、うん、今ね引っ越したらねだいぶそれが減ったよね。そうね、まあその途切れちゃうのはやっぱこっちの回線のが原因っていうのもあるんで、まあ、ちょっと申し訳ないなって、あのもう一回言ってくださいっていうのが結構、ね、申し訳なかったんですけど、ね、私もさこう仕事の打ち合わせとかあった時もリモートになったからさ、あもう一回言ってもらうの申し訳ねえなとか、なんか聞こえてるふりしちゃったりとか雰囲気で、ね、はいはい、そう雰囲気で言っちゃう時とか、なんかねその場を崩しにくい時とか、うん、なんかそういうのもあったけど、今引っ越してからはネットがこう変わってすごくスイスイになったので、それのメンバーめちゃくちゃ良かったなと思ってます、うん、そうだね。で今の時期さ、やっぱこうネットを変えたりとかインターネット関係検討する人も多いと思うので、なんかそんな人にあのおすすめしたいのがソネットの au 光です、うん、まずネットと電話セットで契約すると au と UQ モバイルが永年割引されます、うんうん、まあ、速度に関してはさっきも言ってたんだけど、地域が BPS、うん、ね、うん、早いんだよね。そう、すごく早くなったから、まあ、動画見たりするのも早いし、それ以外のこともすごくね快適に過ごせるようになったなと思ってます。他の回線とかとの、 あの違約金とかもあると思うんだけど、それの相当額を au 光が最大3万円還元してくれるので、人とかってやっぱ固定費になるからさ、うちも結構見直すようにしてるんですけど、その安く、ま、かつ快適に使えるようになるし、あの還元分があるから、その引っ越しってさ、うん、あすごいねお金がかかるんで、まあ、そういうの還元があると、うん、助かりますね。そう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 、いつもねうちらもネットはお互い使うからどこがいいっていうのを話し合うようにしてるんですけど、まあ、固定費は私も主婦目線としてやっぱ下げておきたい、できるだけ下げて、まあ、さ急にかかっちゃうお金とかもあるから固定費は下げるっていうのはいつも考えています。私も夫も家で仕事するから、そのネットの回線が遅いっていうのはすごくストレスだし、なんかこう住環境を整えたことによってすごくねお家の時間が楽しくなったし、家がねもっと好きになったから仕事もはかどるし、いいことばかりだったなと思います。今話した au 光に関しては下の概要欄に詳細をね貼っておこうと思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、チェックしてください。はいで引っ越し事件を聞きたいですっていうのがあった。引っ越し事件ってあの東京の？そう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 、あの今回の引っ越しじゃなくて前の引っ越しの時にちょっととあるプチ事件というか、なんかショックだった出来事があって、いつかね話せたらいいなというか、皆さんも気をつけてって思ったんですけど、前の部屋を決める時に内見して申し込みをしたんですね。でやっとあの部屋決まった、よかったねっていう感じになって感じだったんだよね。そしたらあのなんかちょっと前に内見した人がいて、でその人も申し込んでた、僕らが2番手になっちゃってて、結局その部屋を契約できなかったっていうので、また振り出しに戻っちゃうっていう、うん、まあ、そういう事件がありました。でその時がもう引っ越ししなきゃいけない、うん、もう決まってたし、めちゃくちゃタイトなスケジュールだったんで、
あのね、もううちら住む家なくなるんじゃないって思うぐらいもうすごい焦ってテンションガタ落ちだったけど、もうそんなこと言ってたらもう家住む場所なくなっちゃうから、もう仕事終わりとかも物件見に行ったりとか、週末はもう物件探しで埋まったし、もうすごいね、ショックだったよね、あの時は。そうだね、大変だったなっていうのは覚えてます、はい、だからその気に入った物件は早く押さえるのと、うん、あの物件はいっぱい見といて、なんか置いた方がなんか安心だよね。ああ、うん、まあ、あの比較するのも大事だけど、うん、まあここいいなと思ったら早めに決める、うん、あの迷ってるうちに他の人が契約しちゃう可能性もあるんで、そうそう、まあ、思い切りもちょっと大事かな、ね、あ、まあ仲介業者がね、そう違ったからなんかこう分かってなかったみたいだよね、うん、同じとこだったらね分かるけど、なんかそんなことがあったので、はい、思い切りは大切です。引っ越しの際に教育関係調べましたかっていうのをもらったんだけど、保育園、幼稚園、小学校、中学校と、あとは何、公共施設、あ、なんか図書館とかね、うん、そういう児童館とか、うん、支援センターとか、うん、なんかそのサポート的なのは周りにあるのかっていうのは一応調べたよね、うん、調べたね、そうそう、あと公園も調べた、あ、子供の遊び場ねそう、うん、どんなのがあるかとか、家からどれぐらいの距離にっていうのはある程度は調べたかな、うん、賃貸ですか分譲ですかという質問です。あ、はい、ズバリズバリ、言ってなかったねこれ今は分譲です、はい、家を買いました、家を買いました、自己所有になりました、はい、はい、東京でもね結構いろいろ見たんだよね、うん、そうそう、東京でも戸建てとかマンションとかね、いろいろお家はね、いろいろ見ました。考えたね。ローンは2人で半分ずつ払っております。頑張ります、はい。頑張って働きましょう。はい、頑張っております。はい、はい、今回今お家を買ったんだけど、うん、あのこの家がなんつうの、ずっと、あ、そうね、まあなんかあの対の住みかっていうか、ずっとっていうとこまでは考えてなくて、うん、まあいずれ、まあね、そのライフステージが変わったら、うん、まあ、もしかしたら引っ越すこともあるかも。お家関係なんだけど、うん、今のお家はどれぐらいの大きさですかっていうのをいただいてます。あ、前の家よりは確実に大きくなりました、うん、部屋数も増えました、うんうん、延べ床で、100平米ちょっとぐらいです、うん、です、はい、なので前の家より、うん、は結構広くなって、うん、あの快適に暮らしておりますめっちゃ棒読みだね、そう、うん、快適で、うん、快適、すごい部屋数も増えたし、うん、収納も増えたし、うん、あの子供がね生まれるっていうのが、引っ越しをね本当に何だろう、決めてから妊娠が分かって、ああ、そうそうそう、なんだよね、なんか子供が、うん、あのいるって分かってから引っ越したんじゃなくて、実は引っ越すっていうのが決まってから実は子供を授かってたっていうのをが分かって、なんかそういうのもあるのかなみたいななんか部屋増えたぜみたいな感じだったのかな、なんか僕の部屋今度あるなみたいななのかなとか勝手にね、うん、話してたよね、うんうん、はい、ということで今回は、お家関係、それから引っ越し関係の質問に答えていきました。もうねずっといただいてたから、うん、やっと答えたんですけど、あの今回ね動画内でちょっとちらっとお話しした au 光は、うん、au 光ならではの割引やキャッシュバックもやっているので、ぜひ、ね、概要欄に詳細を載せておこうと思うのでチェックしてみてください。引っ越し本当大変なんだね。引っ越し本当に大変だ、うん、大変だけどあのワクワクもあるんで、春という季節はね、何何なのなんか新生活っていう言葉がなんかいいな。あ、そうだね確かにですね、うん、はいということで今日も見ていただきありがとうございました。それではバイバーイ。なんでここ黒くなっちゃうんだろうね。もしもなんか気になってた方いたらなんか見づらかったらごめんなさい。バイバーイ。